こんな白日の皆さんなんですが、はい、前回発表しました通りメイクアブームシャープ8レイにもご出演いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます楽しみだ。はい。じそちらどうですか、意気込みなど。そうですね。今日、はい、それこそ今日ここで、はい、<laughs> えっと三人で、はい、えっとコントンキャンディーさんと、うん、えっとレトロマイガールさんと三人で対談させてもらってたりしたんですけど。<ー> みんなめっちゃ若くて<ー> <laughs> はいでわめっちゃ若いなっていうのもあったし自分まあ結構周りのバンド男のボーカルの人が多かったりするんですけど、はい、今回は女性ボーカルが3組揃ってるってことで。 新鮮さもあったりして絶対負けないぞっていう気持ちでなななんんかか熱い気持ちにりりまましした頑張すすも大阪でよこの「メーカーブーム」シリーズは「ブンブンブンライブ」って前やってたのも含めて毎回必ず東京でやってたんです初めて地方で初めて大阪でやるっていう初なのでそれをこじ開けていただくのが羽生さんということで。 すごい楽しみにしておりますオーバーエイジじゃないよ <laughs> いいじゃんいいじゃん <laughs> 若くいようよ <laughs> <laughs> けん引していかないといけないですね、この世代の維持というか、1個上に上がって引っ張っていかなきゃいけないですしね、京都とはまたちょっと違いますけど、関西ではあるので、関西パワーもぜひ見せつけてほしいなと思いますし、行けたら行きたいなと思ってるんですよ。ぜひ行ってくだださい車とね時間 3月ちょっと予定あったら行きたいと思っておますし応援しているのでありがとうございますぜひ盛り上げてくださいはいいライブしますはい。ということでですねそちらのライブ出ていただくんですがこちらのコーナーにお付き合いいただこうと思いますはい。題してハクビのライブはここを見ろのコーナーはいまあねメイクアップもありますけどもそれ見る前にこちらでですねハクビの皆さんが思う えー、自身のライブのストロングポイント事前に教えていただいて、はいうん、イベントに備えようという企画でございます。はい、ではまず片桐さん、はい、ストロングポイントお願い、はい、いたします、ね。はい。曲の幅があるです,<ー>です。はい。<る>ちょっとライブのストロングポイントとかちょっとわかんないんですけど、はいはい、なんかそうですね。まあいろんな。 早い曲遅い曲もいろいろあるんですけど自分が思う幅っていうのが私すごいあのすごい暗い人間で<ー>めちゃくちゃ <laughs> あの髪金髪なんですけど、はい、でも、はい、あのめちゃくちゃこう暗い人間で昔は顔出し絶対したくないって思ってて何年かずっと顔出ししてなかったぐらい、はいうん、かのでも確かにね暗い あの投稿とかして見てるんですか。怖い怖い怖い。すぐ消しますみたいな。やば。たまに見てる。たまにパッと開いたらこう肩書きみたなんか書いてるなみたいな見かける。なそれあの私のツイートをこう通知してるスタッフぐらいしか知らないですけいや僕もそんなめっちゃ追ってるわけじゃないんですけど結構見かけるなみたいな。はいあります。あちょっと怖さを感じたんですけど。 全然、<laughs> いやそんなの,の全然 <laughs> 怖さなんだ。怖さやな、怖さやな。大丈夫です。これ怖い人。え大丈夫です。安心してください、ね。いはい。す。あ、すいません。変なツイートしてるんですけども、それぐらいなんかこう <laughs> 結構落ち込んじゃうことが多くて、まあ結構暗い曲が多かったりするんですよ。そのなんかどん底のどん底の底の底の底から、まあポ なな曲は書けけいですけど明るすぎる曲っていうのは書けないですけどちょい明るかなみたいなんなんかプラスマイナスなんとかで言ったら。 マイナス100とプラス1ぐらいのこのところ<ー>で、えー、との幅があるかなっていうのが自分のなんか曲の幅があるなんでまあそうですねすっごい明るく毎日過ごしてる人はどうかわかんないですけれど <laughs> そんな人はなかなかいないと思うんですよ。そここでなんんかこう時時々落ち込んだ時 に私たちの曲を聴いてくれたらなーっていうのと、うん、まあ一番そこの底まで落ちた時も私たちがこう近くに入れたらなっていうのは思いますね。じゃあそのね、うん、少ないかもしれないんですけどその明るめのなんかおすすめの曲というか。あ<ー>うん これは明るいぞみたいいなそうですね明る曲を作りたくて作った曲「愛」っていう曲があるけで結構あのポップなテンションでえっとみんな飛んでくれっていうところもあったりするんですけど曲の内容的にはすごく暗いです。はなんで暗いけどなんかテンションまで上がるかなみたいなはい明るい曲だと思います。それももねししかたらけると メイクブームでも聴けるかもしれない、はい。まずその曲は聴けるかっていうのもね。それも楽しみの一つですから。はい、はい。じゃあ続いて安川さん。行、うん、きましょう。ストロングポイントお願いします。はい。白井のストロングポイントは。はい。お、えー、すぐに最善を譲ります。はい、ファンの民度が高い。<laughs> えー あと優しいんだ。まあ片桐の歌もいい。正直まあこういうあの番組と出させてもらって、まあ片桐の歌褒めすぎなんで。よくおっしゃってるイメージまああえてでも俺結構ガチなんですよこれ。ファンの民度がよろしいのは本当に良くて、はいだから。 困ってる人がいたらね助けてあげたりみたいなもあるし炎上もしないですし、素晴らしいファンを持ってるなって誇りですね僕らね。これはねコメントも盛り上がってじゃね。これはもうみんな見てほしい。はいやっぱねご本人たち伝わってっていうのは一番ファンが嬉しいと思いますしね。素晴らしいね。リスナーさんを <laughs> うん、誇らしいです。な改善を譲ってくれるんですね。いや、それは、うね、もう、ファンの民度いいよねっていう,で <laughs> いやう。よく読みは、私、あの、はい、夜に配信したりしてるんですけど。 この私が弾き語りで歌ってるカバー曲とかこの曲なんですかっていうコメントがあると「アットマークなんとかかん」とかで「なんとかかん」とかですみたいな <laughs> 教えてくれたり外国人の方のこうリスナーさんが現れた時になんかこうあのみんながその言葉でなんだっけなタイ語だったかななんかであの言葉あの聞いてくれてありがとうみたいなのをうって書い,書いてコメントに現れたりして。 めちゃくちゃなんかあったかい気持ちになれますね。そそれはなんか教育とかをされたんですか、ファンええ、教育。昔いな。でも大体ね、ファンの方って鏡、鏡もミラーみたいな。ありがたいですね。ちゃんとそうですね。ちゃんと教育もした方がいいかもしれないですね。だら。そうう。やっいってるんだから。やいやいや。もういいとは思います。追い口で。さらに。 いやこれはねいいストロングポイントなので逆にその、ねうん、他のその2バンドのファンの方もそれにね、うん、あの羽首さんのファンの方の影響を受けてどんどん民度がよくなっていくいかもしれないし言ってくれたらあっ羽首のファンの方かもしれないかもしれないです。 頼んだ、頼んだで。頼んだというか、その両方とステージと両方とも楽しみになる。あ、いいですね。それは。注目ポイントはね。はい。ありがとうございます。ということで、発表いただいたポイントに注目しながら、メイクアームシャパチレイをお楽しみにしていただければと思います。以上、ハクビのライブはここを見ろのコーナーでした。